皆さんこんにちは、ドルマ屋六代目です。今日は、2回目ですね。久しぶりに来ました。絞りの羽織とこのね、お揃いのこの名古屋帯、名古屋帯ね、名古屋帯から、山菜用の着物と皮膚を仕立てるっていうのを、まあ、以前紹介したんですけど、まあ、そちらのね動画を見ていただいた方がちょうど同じのをお持ちで、同じのっていうか、まあ、同じ組み合わせをお持ちで、まあ、私もやりたいということでうちに来ていただいて、ね、それをこれから仕立てようということでございます。こんな感じの絞りの羽織ね、まあ、絞りの羽織かな。1枚からだと山菜用の着物とか、まあ、おかけとか、あと皮膚だけとかね、まあ、作れるんですけど、なのでまあこちらをね山菜の着物にして、こちらの帯でまあ皮膚を作るって形になるかなと思っております。はい、どんな感じになるでしょうか、行ってみよう。はい、ということで、できましたので紹介したいと思います。まあおさらいしておくとね、大人用の絞りの羽織と名古屋帯、お揃いのね、生地から山菜用の着物と皮膚を作るっていう話で、できました。どんな感じになったかというと、まずはこちらが着物です。山菜の着物でね、まあ、着る時にはね肩上げと腰上げをして着ていただくことになるんですけど、そちらねちょっとね、まだこれからするって感じで肩上げはしていない状態ですね。で、もともとの、まあ、生地がね羽織もちょっと短めだったことと、帯とのセットから、まあ、皮膚と着物を作るってことだったんで、裏地がねちょっと、節約したかったんで新しい八掛けをつけました。今回はここね、こう袖口のところ赤くなってますね、はい。まあ、ここ共布で作る場合も山菜は結構多いんですけど、それだとちょっと生地足んなくなっちゃいそうだったんで、こんな感じで可愛い赤い八掛けをねつけてあります。まあ、いろいろとね工夫すると、多少短かったりとか、生地足りなくてもいろいろとねできたりしますね、はい。で、皮膚じゃーん、こんな感じになっております。なんかこう出来上がって開けた瞬間にちょっとニヤニヤしちゃいましたね。可愛くねこれ。うちの琥珀くんにどうかな違うかこのうさぎの飾りをね選んでいただいたんで、まあ、こちらをつけてあると。まあ、今年の七五三で着るのかな、着ると思うんですけれども、まあ、どんな感じに着姿が、ね、なるかちょっと僕も見たいなと思うんですが、でもう今9月なんですけど、七五三、まあ、11月にね考えられてる方多いと思うんですけれどもね。で LINE の問い合わせもね今もかなり七五三問い合わせ増えてるんですが、まだね全然準備考えてないとか、多分あれがあるから大丈夫ぐらいで思ってる人はですね、もう必ず中を確認してください。もう開けて、着れるかどうかちょっと着せてみるぐらいまでやった方がいいです。うちもね今上の子ゴイチが4歳で琥珀2歳にもうすぐなるんですけど、まあ、一応来年ね満5歳と3歳でやろうかなと思ってるんですけど、もううちにある5歳と3歳の着物をこの間着せてみました。まあ、インスタでねちょっと紹介してたかなと思うんですけど、早めに準備した方が吉です。もうどうせ準備しなきゃいけないんだから、もう早く皆さん開けてください。で、まあ、肩上げだけとかだったら結構すぐできるんですけど、まあ、大人の着物から、まあ、今回みたいに、七五三の着物に直したいっていう相談はもう11月に着るなら今もう9月の上旬ぐらいがもうデッドです。締め切りが近い。もうね、皆さん結構土壇場で考え始める方多いんですけど、まあ、あとね当てが外れるってことがあるから、これあると思ってたらないとか、そういう方結構多いんで、10月末の仕事がですねもう今すでにかなり多いんですけど、なるべくね早めに準備した方が吉です。来年もやるって決まってる方とかももう、今からね見ておいて損はないので、七五三の準備とかね、まあ、成人式もそうなんですけど、もう着るって決まってる行事はですねもう早め早めに準備してください。その方が僕らは助かります。ということで、
今日は、絞りのね羽織と帯の名古屋帯から3歳の着物と皮膚を作るというね、まあ、事例紹介したかわいいねこれね。やっぱね絞りの羽織をこう生かすのはねちょっと大好きなんですね私。はい、ということで、まあ、もしご相談ありましたら早めにね LINE で、まあ、お気軽に相談してくださいということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録してください。バイ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 。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では着物の丸洗い染み抜きをはじめ仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。LINE やお電話でお気軽にご相談ください。 LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページもしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますのでよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。